草食記王の書。はじめ世界には色がなかった。そこで神は青と黄色と緑と赤を使い、四つの形を描いた。やがてそれは海と風と大地と太陽になった。その後、神はそこに住まわせる二つの形を描いた。一つは心を自由に持つ人に、一つは体を自由に持つ落書きになった。人は落書きを生み出し、落書きは色を生み出したので、世界はさらに豊かな色に恵まれた。しかし、やがて人の中に王が生まれ、人の王はより多くの色を得るために落書きを支配した。そこで落書きを治めていた落書きの王は、人から逃れるため世界を生み出した神と契約した。神よ、貧しい心を持つ人間には私たちを生み出すことができないようにしてください。願いが叶うなら、私の身と私の治める色をあなたに捧げます。やがて落書きは豊かな心のもとにしか現れなくなった。人の王に支配されなくなったが、世界から落書きの王と色の半分はなくなってしまった。こうして世界は人の王が治めるようになったが、やがて人は人を支配するようになった。起きなさい。このペンジェルを使って自由に形を描いてください。その形はあなたを導くでしょう。Yeah.
うがあんたの落書きでしょ。だったら自分で守んなさい。ほら見なさい、あんたみたいなクロッカーには愛想が尽きたってよ。あんたどっから来たの？町の子じゃないみたいだけど。借りるわよ。まずは三角ボタンで書きたい色を選んだら、まあまあね。メニューは丸ボタンで決定よ。終わったらメニューを開いて一番右のアイコンで完成よ。次は名前よ。変な名前ね。ね、こんな感じで落書きの完成。簡単でしょ。ほら、ここに作った人の名前も書いてあるわ。落書きだけじゃなくて、あんたの名前もへんてこね。変な名前。じゃあ、ノートはおしまいよ。僕の人間じゃなさそうね。ペンジェル使えるもの。そうだ、今から町に行くわよ。あんた一緒に来なさい。待ってよ。